中在家信号場は、かつて、三重県亀山市かと中在家に存在した、西日本旅客鉄道関西本線の信号場である。2006年に折り返し関係の信号機が、使用停止となり、本線部分の信号のみ稼働していたが、2019年に廃止となった。設備撤去前の様子課題区より、津植駅方向に約 4.6km にある、信号場である。 課題津と呼ばれる。かつては発着線を2本備えており、同時に列車交換や対比が可能な信号場であったが、1998年に路線の実情に見合った単純な配線に改められた。2006年3月18日改正ダイヤからは、定期列車の交換がなくなるとともに、折り返し線関係の全信号機が使用停止とされ、以後長らく JR ナ、no. ンバー4。 名古屋方にそれぞれある本線用の場内信号機のみが稼働している状態が続いていた。その後2019年になって発着線、引き上線の線路が撤去され、本線のポイントも撤去された。2019年11月18日の関西、先 c t c 設備更新と指令書移転に伴い、本線の信号機も撤去され、廃止となった。 2019年3月16日より運転士が使用している乗務航路表から駐在家信号場の掲載が削除された。なお線路が残存していた当時、信号場内で分岐する線路は一方が発着線、もう一方が引き上線となっていた。対向列車を待つ列車は亀山行き列車の場合は本線から一旦引き上線へ入線の後逆走して、 本線を横切り発着線へ入線し、対向列車と行き違いを行っていた。一方、鴨行列車の場合は、本線から一旦発着線へ入線した後、逆走して、本線を横切り引き上線へ入線し、対向列車と行き違いを行っていた。以前は大部分の列車が対向列車との交換を行っていたが、蒸気ダイヤ改正までに運行本数の減少などに、 伴って、朝と夕方に一部の列車のみが交換を行うのみとなっていた。2006年のダイヤ改正以降は、本線部分の信号機のみ使用していたが、2019年の指令書移転に伴い廃止となり、長大軌道回路もから告げ間の一区間となった。山間部である。国道25号がほぼ並行しているが、信号場付近に自動車で近づくことは困難である。 亀山駅開業100周年記念列車。大使線に移動中、左側が通過路線。1990年撮影中、在家信号上信号上小屋中、在家信号上表示板、西日本旅客鉄道関西本線加田駅マイナス中、在家信号上、次駅。ありがとうございます。